タコの一番カオスなところはこれ去ってるんだっけ。うん、もう去ってるんだよ。まだいいけど、あそこが一番嫌だもんね。あの料金所越えた時の。どこだっけ。あ、はい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 。まあまあ変わらんけど。でも嫌だ、ここやっぱり楽しくなった。まあ渋滞しなかったからまだいいけど。まもなく直進方向箱立て出口。いやここは多分あっち行ったらこっちと同じだと思う。ああ行きたかった。こっちにすればいい。トラックの前ってなんでトラックが後ろは嫌だからってそういう無理なことして後ろの車詰まらせちゃうかね。ここ入るよ。うん。だからこれ土浦みたいに行きゃいいんだよ。こうやって。うん。全然全然入れさせる。そっちの方がすんなり入ってなんでトラックの前に自分が嫌だからって行っちゃうかな。湾岸線これ成田あ戻るのか、うん、じゃこれくる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 回れるわけだ。へえ。やんねえけどってことだよね。多分まあいいや。はい、松本です。急カーブになるもんな、すぐ高速道路で。まあ、都心のはほんと怖いなって思う。この狭狭い道路に作ってんだもんな。うん、相変わらずすごいなって思う。このカーブね、スピード出てないからいいけど、なんか怖いもん、これ通るとき。どうぞ。はい、重いもの運んでそうな、なんか後ろから噴射器みたいなのがね。あそこがなんか出すんだろうね、セメントじゃないけど。気になるね、あれね。魅惑のレバーや。だからあれで100キロとか出すとピカピカ光る。光るだろうな、50キロのところで100キロ、うん、普通の高速よりは全然抑えなきゃいけない場所からね。まあ、本当ダメなんだけどね、俺ワテラも、うん、全員ダメで、全員ダメで、右行ってるやつら本当は全員だ。随分優しいな、ここのオフィス。うん、これはまっすぐね、常磐ダム。この先、左からの。なるほどね、あくまで繋がってるんだね。ただ、大井はもう行かねえな。大井は行かない、要はあの左とこ。うん、あそこはもう行かねえ。こっち来る、やっぱこっちに嫌だよ。ただ、どんな感じなのかなって、どういう繋がってるのかなと思ったら、あるに繋がってんだ。もういかね、うん、色はいかね。まあでもそういう研究できただけでもいいかな。行くときは言ってくれよ。いやいや、俺もナビ通りに行ったからどういう風になるのかなと思ったら、まさかそうやって首都高で繋がってると思わなかったから。繋がってるしよ、それ。うん、およそ5キロ、まあでも色はない。うんこしたいの。なんでそんな震えてるの。寒いの。ちょっとパーキングエリア次のところ寄るわ。なんで？もしかしたら。この先合流箱崎だっけ？じゃあ次のパーキングエリア。その先700メートル先、運気も左方向です。トイレだけのところでもいい？どこあったっけ？あるある。ここ駐車場があればいいでしょ。あるよ、駐車場。あ、空いてればってこと。そう、空いてると思う。そういうところって少ねえから台数が。しかもこの渋滞とか混みようだと空いてない率高い気がするから大きいところの方がいいんだろうなと思うけど、そうすると当面後だもんな。大変でしょ。扉がいい。かわいいね。ここはいいのかな。いいよ、まあ、オフィスが
ちょっと面白かった、ね、しかも設置してるのがあれなんだ、コイル式なんだっていう場所的な問題なんだね。てか置けねえだろ、でかいの、こういうの多分無理だろうね、うん、工事するにも止めれないしね、ここ、まあ、全面通行止めしなきゃ設置できないじゃん上だと、うん、端っこだったら片側車線とかでやれるしね。というわけでそろそろあなたの大好きな運行ビルが出てきました。さっきスカイツリー見えてた、ここの景色は好きだけどね、ここね、だから予報ほんとなんでこんなカビ低いんだ、隅田川出た運行ビル、運行ビル出てきた、なんか運のない品川だよね、かわいそうに、ここジャンクションみたいな、みたいな感じ、うん、あ、来るみたいな、ここねんだよな、ここ起こしたら、まあ、逆にそのなんだっけ、茨城の方行くと結構あるんだけど、まあ、そっちまで我慢できるわけ、そうだ、常磐線だっけ、うちは別にそっちの方まで行ってもいいけど、じゃあ、いや、そこまで、うちはまだいいけど、そこまで、うん、森屋とかあの辺で、パーキングエリアその前に1個あったけど、うん、この品川に幸あれあ、この貨幣ってんとこもある、うわどっちも渋滞しとる、およそ1キロ先、渋滞しています、48分に着くのめっちゃ早く着くの、そう、結構遅いなって、ブー2時じゃん、だってブーブー、普通にも下山しなきゃいけない時間で、ブーブーブー、でも今日はゆっくり遊ぼう、どうしたの？放置状態。この道嫌いだから。ここ？渋滞してるから？うん、じゃあ普通に苦手だからって。ここ？だだまっすぐじゃん。ほらそういうことばっか言うから真ん中でこうやって上がるんだな。白ひげって言うんだ、あ、ちょっとこれ、いやいや、おばひげ、デブひげ、ブー、この間までの舞ちゃん、デブひげ、ちょっとね、ここはね、よし、あ、そんな強くやってないの、ピー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 ピ